天活球の火も消えた。聖夜たちは9番目の陣馬球にたどり着いただろうか。お嬢様の命はお前たちにかかっているんだぞ。おい見ろ、ここに怪しい奴らがいるぜ。あの木戸沙織とかいうアテナの名を語る小娘だ。始末しめ。なんだお前ら卑怯者め。沙織お嬢様には指一本触れさせんぞ。お嬢様の髪の毛一本でも触れたら命はない。沙織お嬢様は俺たちが守る。地上の全てのセイントが召集を受けてサンクチュアリを守っている。お嬢様に仰せつかった通りゴールドクロスを持ってきたぜ。だがまさかお嬢様が。縁起でもないことを言うな。まだ聖夜たちが戦っているのだ。じゃあこのサジタリアスのクロスを届けてやればもっと早く戦いが済むかもしれない。いや、お嬢様は戦いのためにこれを持ってこさせたのではない。サジタリアスのクロスを本来の所有者に返すためだ。返すって誰に。なんだ、サジタリアスのクロスから音が。これはゴールドクロスの共鳴です。13年の時を経てサジタリアスのクロスがサンクチュアリに戻り、12のゴールドクロスがついに揃ったのです。お帰りなさい、アイオロス。やめろ、それは200年ぶりに降誕されたアテナの生まれ変わりだぞ。こんな赤子に何ができるというのだ。アテナの降誕はこの世に邪悪がはびこる予兆だ。この子がいなければ邪悪に対抗できん。たかが小娘に何ができる。彼女は初めから存在すべきではないのだ。よせ、やめろ。いっそ殺してしまえばいい。初めから降誕などなかったように。教皇、正気ですか。アイオロス、勝手にアテナ神殿に入るとは。教皇、この子はアテナの生まれ変わりなのですよ。ここには女神などいない。ここにいるのは謀反を企てた裏切り者のアイオロスだけだ。教皇に逆らう者よ、死ぬがいい。クロスがなくともこれほど強いとは。さすが次の教皇に選ばれるだけのことはある。次の教皇だと。お前は教皇ではないな。何者だ。そんなことはどうでもよい。大事なのはお前をこのアテナ神殿からは逃がしはしないということだ。何者かがアテナ神殿に侵入した。包囲しろ。往生際の悪いやつよ。冴えた人間は時代の流れに乗る。でなければ死ぬだけだ。皆の者、アテナを殺害しようとした逆賊を始末しろ。これほど強いとは。さすがはアイオロス。バラの道のデモンローズにやられながらここまで戦えるとは。容赦はしない。不憫だが死を見舞ってやるぞ。脅威を打ち砕け。
どうやらゴールドセイント3人がかりでなければ倒せぬようだな。クソ、逃がしたか。どうやらゴールドセイント3人がかりでなければ倒せぬようだな。無駄話はいい、反逆者を捕らえよ。生死は問わん。この星空のように輝くギリシャ文明の前では私などなんとちっぽけな存在か。あんな高いところから落ちて平気なのか。君は誰だ。怪我は大丈夫か。どうか話を聞いてください。今すぐには理解できないでしょうが、私を信じてください。あの男、まるで流星のようだ。この赤子は世界に邪悪がはびこるとき、神が奥出しになる子、数百年に一度降誕する救世主、アテナの化身です。どうかこの子が成長するまで何としても守っていただきたい。あの男、まるで流星のようだ。この力、すべてアテナのために。伊豆で真の勇気と力を持った少年たちがこの子のそばに集まるでしょう。その中から真のセイントたる者が現れるはずです。その時はこのゴールドクロスを渡してください。あの男、まるで流星のようだ。この世界の未来をあなたとその少年たちに託します。教皇に忠実なゴールドセイントが迫っています。私が食い止めましょう。あの男、まるで流星のようだ。今の自分のざまを見るがいい、アイオロス。尊教皇に忠実なゴールドセイントが迫っています。私が食い止めましょう。さっきからクロスの共鳴音が聞こえるが、なんだろう。これはサジタリアスのクロス。13年ぶりに自分の死後する宮に戻ってきたの。せいや、気をつけろ。その黄金の矢が狙っているのはお前の心臓だ。はあ、びっくりしたぜ。黄金の矢が狙っていたのは後ろの壁だったのか。壁の亀裂の下に何か刻まれている。アイオロスの遺言のようだ。ここを訪れし少年たちよ、君たちにアテナを託す。アイオロスは俺たちが来るのをずっと待っていてくれたんだな。永久に誰も訪れないかもしれないこの陣馬宮で待っていてくれたのだ。いつ来るともしれない俺たちを。こうして俺たちを信じてアテナを守るという使命を託してくれた。なんだろう、涙が後から後から溢れてくる。アイオロス、誓おう。アテナは俺たちが必ず守り抜く。全く愚の骨頂だな、アイオロスとス。なんて凄まじい力だ。こんなに軽々と大地を切り裂くなんて。13年前逃亡しようとした逆賊アイオロスを半殺しにしたのはこの俺よ。お前は
教皇がアテナの殺害を企てたことを知っているのか、それでも悪に加担するのか。ふん、人間は誰しも自分のために戦い、そして勝利した者こそが正義となる。俺に言わせれば、力のある者が正義を名乗る資格があるのだ。違う、聖夜たちは先に行け、ここは俺に任せろ。そろそろ紫龍も戻ってくるはず。あいつは言ったことを絶対守る男だ。約束を破るようなことはしない。ただのネズミと思っていたが、ここまでやるとはな。だが絶対的な力の前ではお前たちが勝つ見込みなど鼻からないのだ。シュラ、お前は間違っている。信じる者のためアイオロスもそんなことを言っていたな。老子、お許しください。この紫龍、戒めを破るあの技を使います。紫龍のコスモが止まらない。これはどうこと同じ相打ち覚悟の必殺技、氷。やめろ、こんなことをすればお前も死ぬぞ。邪悪を打ち払い、愛と正義をこの世にもたらすアテナを守り、それによって俺たちのような不幸な子供たちがいなくなるのなら、この紫龍一人の命など安いものだ。